再開いたします。午前に引き続き質問及び質疑を行います。又吉正義君。又吉正義君。はい、沖縄自民党、又吉正義です。一般質問に入る前に少しだけ所見を述べさせていただきます。11月に琉球国第23代将守王様とお会いできる機会がありました。その所見を述べさせていただきます。歴史の中で琉球処分と言われていることはそうではなく併合であり、また自らも日本人として自覚をしており先住民ではありませんとお話をされておりました。そしてその中で一つ非常に残念なお話もお聞きいたしました。それは何かと言いますと、11月首里城復興祭におきまして小儀式起工式式典に出席する中、琉球国王の存在を知る方はなく後部の座席で静かに式典を見守りましたと。知事、沖縄のチムグクル歴史アイデンティーはどこに行ってしまったんでしょうかということでご指摘をしておきます。せっかくの首里城復興祭一番のやぬの牛、誰も知ることはなかったと。私は非常に残念でなりません。皆さんの心遣い本当に理解できないということをおっしゃっておきます。では一般質問に入らせていただきます。まず1、県民等しく安心安全な飲料水に対する県の取り組みについて、県の管理する浄水場において北谷浄水場の PIOS、PIOR の値は他の地域と比べてどのようになっているか伺います。企業局長、松田悟君。はい、お答えします。北谷浄水場の令和4年度の PFOS 等の平均値は、10月末現在で、失礼しました、1リットル当たり4ナノグラムと国が定めた暫定目標値を下回っております。また、企業局が管理しているその他の浄水場は1ナノグラム未満となっております。伊藤誠君。はい、このように北谷浄水場ですね、非常に他の浄水と比べて高いということは今、明確なことであります。では2番目に、安心安全な飲み水を提供するのに、県企業国はどのような対策、取り組みを行っておられるか伺います。企業局長、松田悟君。はい、企業局では現在、北谷浄水場におきまして、3点の PFOS 等対策を行っております。1点目は、北部国ダム等の取水増量による中部河川等からの取水の抑制。2点目は PFOS 等吸着効果の高い活性炭の導入。3点目は北部国ダム等からの取水が減少する東系列導水路トンネル工事期間中、金、カンナダムの取水増量や海水淡水化施設における生産水の大幅増量などであります。引き続き PFOS 等低減化に取り組んでまいります。伊藤誠君。その中で今の取水に関しまして、中部水源からの取水もあるのかないのかお答えください。企業局長、松田悟君。今、中部水源につきましては、河川、令和4年度に入りまして、河川等からの取水は、膝川等の河川等からの取水は行っておりません。井戸郡について、1日平均約5000トン程度、取水を行っております。又吉正義君。そうですよね、中部、井戸から等から取水もしていると。ですから、やはりこれを完全に断ち切ることによって、やはり他の浄水場と同じレベルになるのではないのかと、私、そういう考えがあるものですから、
ですから皆さんもですね、一日も早く茶壇浄水場が他の県管理水場、浄水場と同じレベルの飲料水となるためにはどうあるべきか、その解決策を伺います。企業局長松田悟君。はい、茶壇浄水場の PFOS 問題の解決には中部河川等の PFOS 汚染の原因究明と対策の実施が不可欠であり、県は国や米国に対して早急な調査と対策の実施をまた求めております。また企業局では中部水源の改善が図られるまでの対策として北部国ダム等からの取水を増量し、中部水源からの取水を抑制しているところでございます。一方、東系列導水路トンネルの老朽化に伴い毎年改修工事が必要となっており、同工事期間中は北部国ダム等からの取水が減少するため海水淡水化施設の生産水の増量などにより対応しております。当該工事完了後は1年を通して北部国ダム等を活用した PFOS 等低減が可能になると考えております。田吉君。はい、今の、ご説明あるこの東系列導水道トンネル工事でどうしてもやむを得なくこれ取水しないといけないと、ですからこれを完璧にできるならば他の浄水場と同じようになってしまうということなんですが、このトンネル工事、工事期間費用等どのようになっているか、年間どのぐらいずつ進んでいるか、ちょっとご答弁お願いします。企業局長松田悟君。はい、当該導水路トンネルは昭和47年から50年にかけて建設された全長約28キロメートル馬蹄形のコンクリート構造物でありまして、施設の老朽化が著しいことから平成28年度より工事に着手しております。工事については令和24年までの計画となっておりまして、総事業費は約230億円を見込んでおります。工事につきましては令和3年度末現在進捗率が 9.1% ということになっております。又吉誠君。はい、そこでどうでしょうか。やはり我々この中部地域の皆さん、この工事が完成するまでやはりこの水はそういうふうに常に飲料していかなきゃならないと、その中でこの工事をさらに短くすることができればですね、これ解決できるわけなんですよ。ですから皆さん、このように24年間の工程、そして230億の予算ということなんですが、これを一日も早くするためにどうあるべきかお答えください。企業局長松田悟君。同トンネルは総延長28キロメートルの非常に長いトンネルでございますが、その断面は幅2メートル、高さ2メートルの馬蹄形の狭い空間でございます。工事着工前の平成25年から26年度に行った改修計画策定時の検討では、狭いトンネル内で工事箇所を増やして施工した場合、酸欠が生じる恐れがあり、一度に施工する箇所を制限せざるを得ないこと、また工事中、北部国ダムからの送水が大幅に減少する代替として、増量取水する本島中部の倉敷ダム、山城ダムの貯水能力では3ヶ月程度しか増量取水できないという2点の制約が判明しまして、工事期間が平成28年度から令和24年度と長期になってしまったという経緯がございます。現在、工期短縮に向け、これまで採用してきた型枠を組み立ててコンクリートを打設する工法からコンクリート吹き付け工法への変更や、高性能な建設機器の導入、換気方法の改善による酸欠の回避と工事箇所の増加などについて検討を開始したところでございます。引き続きこれらの検討を進め、工期短縮に取り組んでまいりたいと考えております。田吉誠君。はい、今の答弁聞いてですね、知事どのようにお考えかを、ぜひ聞いてみたいと思います。我々はこのように工事の長い26か年間という中で、やはり PFOS の高いこの井戸水を取水し飲料水で使わなきゃならない、しかし東系列導水路トンネル工事が一日も早く完成することによりこれは解消される、その中で私は知事にぜひ、答弁を求めます。まず県民の健康を守るために一日も早く東系列水道トンネル工事は早く完成させるべきであると思うが、いかが伺います。企業局長松田悟君。はい、企業局としまして、
工事期間が長期にわたるということについては非常に問題があるというふうに認識してございます。そのために今この狭いトンネル断面であるということ、それから延長が非常に長いといったような制約条件をどのようにしてこれを克服していくかということで検討を行っているところでございますので、早急にその検討を進めまして、この可能な限り工期を短縮することについて実現してまいりたいと考えております。松井誠君。改めて再度知事に聞いてみますよ。知事は辺野古問題でよく工事完成が10年以上では長すぎるとおっしゃっておりますが、45万人が飲料水として活用している茶谷浄水場に危惧されている中部水源からの取水を一日も早く完全に断ち切るためには、東系列導水路トンネル工事を5年以内に完成させる工程と予算を組むべきであると私は思います。26年以上の工程では45万人の健康をあまりにもないがしろにしていると言わざるを得ないと思いますが、知事に答弁を求めます。いかがですか。知事玉城デニー君。導水工事トンネル工事につきましては先ほど企業局長からご説明のあったとおりであります。この中部水源の水質の汚染はやはり中部河川、それから井戸郡の PFOS 汚染の原因究明と早期の解決も同時に図らなければならないと思います。先日新任の海兵隊司令官が着任の挨拶に見えられたときも、ここの水は基地の中の皆さんもご家族も使っている水です、その健康の問題からこの原因究明のための立ち入りの調査などについてもお取り計らいいただきたいということも口頭で要請をいたしました。ですからそのトンネルの工事の完成を待つことなく、さらに早急に原因を究明し、その原因が分かればどのような対策が取れるのかということも我々は真摯にそして早期に実現をしていきたい、その要請も続けていきたいと思います。松井政君。はい、何か焦点がずれておりますが、それはそれで進めなければいけません。26年間の今の予算の組み方でよろしいんですかとおっしゃっております。皆さんやはり一日も早くとであれば、せめて予算を2倍に増やすことによって12、3年でできる、3倍に組むと7、7年でできる、まあこれは大まかな計画ですけどね、やはりそのぐらい努力をするべきだと思いますよ皆さん。それもする中で原因追及もする。ですからあえて知事に伺います。やはり予算を増やしていかに早急にできるか、その対策計画であり予算を私は組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。再度伺います。知事玉城デニー君。先ほども申し上げましたが、その予算工事の期間については非常に長いトンネルであり、またその工事の施工方法にも非常に高いレベルの、作業が必要であるというようなことから企業局長がそのような答弁をしております。県としましてもそのような技術の開発やあるいは、財源等の確保等によってそのトンネル工事を早急に進めることができれば、もちろんそれも我々が県民のために健康安心安全な水を届けるための努力につながるものと思いますので、そのような方向からも、しっかりと検討していきたいと思います。松井誠君。ぜひですね、いろんな角度から予算面でその検討をしないと、やはりこれをですね、26年で長すぎますよ。地上は辺野古移設10年で長いと言われるには、これの 2.6 倍ですよ。そのぐらい県民の大事な健康、ないがしろされているのは、私は納得いきません。次に進みます。次、2番目、コロナ感染症対策について伺います。質問に入る前に確認いたします。コロナ禍で一番恐れている、懸念される点は何でしょうか。お答えください。保健医療部長、糸数徹君。はい、コロナに感染することによって重症化するリスクが高い高齢者、あるいは基礎疾患を持っている方々、その方々が重症化する、あるいは亡くなるというふうに健康を害されるというところを防ぐというところが大切なところだと考えています。松井誠君。はい、私もそう思います。それでは、質問に入らせていただきます。これまでのワクチン接種率と感染率について、日本全国の4回目ワクチン接種率の高いベスト5の地域は、コロナ感染率はどのような状況になっているか伺います。保健医療部長、糸数徹君。
はい、まずワクチン接種率が高い5つの自治体ですけれども、12月5日時点ということで、データが VRS というシステムによってあります。一番高いのが秋田県、4回目接種ですね、全国の4回目接種、最も高いのが秋田県、次が岩手県、山形県、新潟県、青森県の順に接種率は高くなっています。この5県について、現在の感染率、人口10万人あたりの新規陽性者数という数字で見てみますと、秋田県は 925.6 で3位、まあ、3番目に高いと、それから岩手県が 832.6 で7位、山形県が 899.4 で5位、新潟県が 795.9 で8位、青森県が739.6 で12位というふうになっております。立石君。はい、では逆な点からお伺いします。4回目ワクチン接種率の一番低い県はどこの県で、コロナ感染率は全国で何か伺います。保健医療部長糸数徹君。同じく12月5日時点におきまして、ワクチンの4回目接種が一番低いのは沖縄県となっております。感染率、直近1週間の人口10万人当たりの数については、245.2 で47番目、まあ、一番低いというふうな状況となっています。立石君。はい、じゃあ、再度確認します。やはり4回目のワクチン接種率の高い県は、コロナ感染率も高い地域が多いと。沖縄みたいにワクチン接種の一番低いところは、やはりコロナ感染率も低いと、そういうふうに解釈してよろしいですね。保健医療部長、糸数徹君。感染率が直近の1週間あたりの感染率ということであれば、今、議員がおっしゃったような現象が起きているということとなります。立石君。すみません。1週間と言いますから、あえてじゃあ10月から教えてください。10月はもっと低いですよ。10月からどうなってますか。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、糸数徹君。申し訳ありません。人口10万人当たりの各県の数字というのが、10月のものが今、手元にございませんけれども、まあ、傾向としては、夏場までに大きな感染が起きた、沖縄県等は、この、10月、11月は、今度は全国で今、一番低いような状況となっておりまして、逆にこれまで感染者があまり多くなかった地域の方で、今、感染が、少し多めになっているという状況だと考えています。又吉誠君。はい、あえて議論しませんけど、厚労省が出てる資料を見たらですね、とんでもないですよ。皆さんしっかりですね、資料を取り寄せて正しい情報を知るべきですよ。沖縄県がダントツに予防接種、これが低い、感染率もダントツに低い、そして今の、接種率が高いベスト10、この10位内で皆さん、じゅんぐるじゅんぐる回ってるわけですよ。一番分かりやすいのが北海道ですよ、皆さん。次伺います。子どもワクチンや乳幼児、子どもワクチン接種が、10月24日から取り組まれているとのことですが、その対象年齢のコロナ感染者の重症化や致死率はインフルエンザと比較してどのようになっているか伺います。保健医療部長、糸数徹君。はい、お答えいたします。これは国のアドバイザリーボードという会議に出された資料によりますけれども、まず新型コロナにつきましては、令和4年3月から4月までの10歳未満の新型コロナの重症率は 0.02%、致死率は 0% となっています。一方、インフルエンザにつきましては、第74回の資料の中で、平成29年9月から令和2年8月までの10歳未満のインフルエンザ、重症化率は 0.03%、致死率は 0.00% となっており、この数字で見ますと、新型インフルエンザに比べ、すみません、この新型コロナに比べ、インフルエンザの重症化率の方が、数字としては高くなっているという状況であります。立石誠君。そうですよね。
ですから、その辺も皆さん、私はかねがねから皆様方にお尋ねしております。正しい情報をさせてくださいと。ですね。正しい情報。コロナの、インフル、なんていうんですか、インフルエンザの方が、コロナよりも致死率、重症化率が高いと。しかし、これはほったらかしですよね。皆さん。致死率、重症化率が高いのほったらかしであると。ですから、あえて本当にワクチン接種とは何なのかなと、私、非常に疑問を持っております。次、3番目伺います。平成29年から令和2年8月の60歳未満や60歳以上のインフルエンザ感染と比較して、令和4年6月から8月頃にかけてのコロナ感染の第7波の重症化、致死率はよりどちらが危険度は高いか、財務省の11月7日に社会保障を提示した資料からお願いいたします。保健医療部長、糸数徹君。はい、お答えいたします。令和4年11月7日に開催されました国の財政制度分科会という会議の資料によりますと、今おっしゃいました季節性インフルエンザの重症化率は60歳未満では 0.03%、 60歳以上では 0.79%、 致死率、季節性インフルエンザ致死率は60歳未満で 0.01%、 60歳以上で 0.55% となっております。一方で、新型コロナウイルス感染症第7波の重症化率については、60歳未満は 0.01%、60歳以上は 0.04%、そして致死率については、60歳未満で 0.004%、60歳以上で 0.475% となっております。重症化率、致死率ともに、このデータでは季節性インフルエンザの方がコロナウイルスよりも高いデータが示されております。立石誠君。そうですよね。先ほどコロナで一番恐れるのは何かというと、重症化率であり、死亡と言っております。しかし、コロナよりも皆さんが何の手当てでもしていないインフルエンザの方が高いです、圧倒的に。そうですよね。それを理解しているし、OK ですよね。保健医療部長、糸数徹君。はい、まず季節性インフルエンザにつきましては、ワクチン接種が、定期接種が65歳以上ということになっておりまして、市町村によって補助をする額が違ったりしますけれども、重症化が高いということで、ワクチンの対象にはなっているというところでございます。それから先ほどのデータに関しましては、季節性インフルエンザに比べまして、今、コロナの方はほとんど全数把握がなされているために、症状がない人も、検査で引っかかった方は、すべて分母の方に入っているというところで、率に少し影響があるということは指摘されておりますので、その点は留意する必要があるかと思っております。立石君。はい、別にそれはそれでいいですよ。一番大事な、コロナで我々は重症化する致死率が高いというイメージは、さほどインフルエンザと比べて違いますよと。これを正しく認識しないと良くないんじゃないですかということを、相手は私は皆さんに言いたいです。こういう数字をちゃんと財務省は厚労省に投げたんですから、ね、正しい数字はこれでしょうと。ですね。ですから、先ほど言いました、このコロナで一番怖いのは何ですかと。コロナよりもインフルエンザもっと怖いですよと。しかし、我々は当たり前みたいにインフルエンザかかっても、別に何ともかんとも思ってませんよね。ちゃんと。暮らしていますよ。この点をしっかりと、理解していただきたい。次に移ります。今、県民に勧めている、ワクチンはすべて治験中だとのことだと思いますが、間違いないかどうか伺います。保健医療部長、糸数徹君。はい、国によりますと、新型コロナワクチンにつきましては、認可、承認にあたって有効性と安全性に関して厳格な評価が行われておりますけれども、現在でも治験の一部が継続して行われているということであります。立石誠君。治験の一部ですか、来年の5月まですべて治験中ではなかったんですか、もう一度お願いいたします。
保健医療部長、糸数徹君。はい、今行われている、先ほど治験と申しましたけれども、これは承認された後の薬剤であっても、その長期的に見て有効性とか安全性がどうかという視点での検査、臨床試験、あるいは治験が行われているということで、その情報を集めるために、今、治験が一部続いているというふうに、国の方も Q&A ですけれども、そういうふうな表現をしているところです。松井君。部長、別に素直に言ったらいいですよ。来年の5月まで試験中ですよと、特例承認で打ってるだけですよと、特例承認と試験中の違いは大変な違いですよ。皆さんが、いい感じでおっしゃいますけど、そうすると、試験中とは、どのように何を意味するのか、県はどのように解釈しているのか、あえてもう一度伺います。保健医療部長、糸数徹君。はい、言葉の定義では、いろんな情報、治験については、厚生労働省がこの薬を認可していいかどうかというふうな申し出があった際に、治験という言葉を使うというふうなこともありますので、その承認を得るまでのものは治験というふうに表現します。で、ただ今、使われているワクチンは、承認を得た後の有効性等についての、いわゆる臨床試験のような形ですので、治験というからといってその、認められてないというわけではないというふうに考えております。承認後の臨床検査というふうに考えております。はい、立石誠君。そこなんですよ、臨床試験。普通はワクチンは臨床試験を5年、8年、10年行ってから、全県民、全国民にやるものです、ワクチンを。しかし、今、これをもう通り越してしまった。全国民が臨床試験の対象者になってしまった。私はそういうふうに解釈してるから、解釈してるから、あえて治験中とは何ですかと、我々はすべて臨床試験の対象者になってしまった、これでいいですかと、ですから、やはりこのようなギャップもあるんじゃないですかと、重症化を防ぐためなんですが、本当にこれもあえてやるやらないよう、個人の自由ですので、あえてものは言いません、やはり臨床試験というのは、お互いが実験中だということですよ。これをぜひ皆さん正しく言うべきだと思いますよ。次に移ります。教育現場や子どもたちのマスク着用について、全く改善等が見られないが、その原因は何が考えられるか伺います。教育長、半峰充君。はい、お答えします。県教育委員会では、各学校に対し、文部科学省および厚生労働省からのパンフレット等の配布や、研修会においてマスクの正しい着用を周知してまいりました。マスク着用が必要ない場面でも、着用を続ける児童・生徒がいることは承知しております。その要因としましては、理由としましては、コロナ感染不安や本人および保護者の意向等、さまざまな理由が考えられます。県教育委員会では、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用や、マスク着用の必要がない場面では、マスクを外すことについて積極的に声かけを行うよう、周知をしているところであります。松井誠君。はい、これはもう何回も聞きました。それ以外にどのような対策を取っているんですか。皆さんは学校に多分ペーパーを一枚よし打ちてってやつを見ていますが、それ以外にどのような指導をなさっています。教育長、半峰充君。マスクの着用につきましては、令和4年5月26日付、学校生活における児童生徒等のマスクの着用についてを含めて、これまで7回各市町村教育委員会等周知を行っております。また、文部科学省の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルについても、併せて参考とするよう周知をしているところでありまして、その周知等をもとに、各学校において、マスクの適切な対応について行っているように認識しております。松井誠君。はい、教育長、全然現場で改善されてないから、私は毎議会取り上げてるんですよ。毎議会。ぜひ現場を確認してくださいと、私はずっと言い続けてますよ。そこで、文部科学省が初等中等教育局健康教育職域課より、令和4年11月29日に通達された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等の内容について伺います。まず E から伺います。あはもういいです。どのように明記されているんでしょうか。
教育長、半峰充君。はい、お答えします。飲食の場面での、感染対策についてでありますけれども、県教育委員会では衛生管理マニュアルに基づき、会食にあたっては飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、あるいは大声での会話を控えるなど、周知をしてきたところであります。今回、国の基本的対処方針から、飲食はなるべく少人数で黙食を基本とし、会話をする際にはマスクの着用を徹底することなどの記述が削除されました。今回の通知を受け、県教育委員会では、座席の配置の工夫や、適切な換気の確保等の措置を講じた上で、給食の時間において、児童・生徒等の間で会話を行うことも可能であることを周知したところであります。すみません、最後まで読んでください。最後まで何とか言ってあります。経過します。経過します。最後まで何とか言ってあります。最後まで何とか言ってあります。右は。大切な点抜けてますよ。教育長マイクです。はい、今の、いいですね。今の資料持ってますね。この質問の飲食の件、はいはい、飲食の場面の、はいはい、これの E の最後はどのように皆さん書かれています、通知の話でしょうか。そうですよ、はい、通知の内容ということですか、はい、少ございますが、その2の後半部分ということでしょうか。そうです、はい、2枚3ページのページがございますが、はい、3ページの、はい、全部読み上げたらいいですよ。皆さん途中で知り切れと思ったらなかなか理解できないですよ。この点の部分からでよろしいですか。この実際にも、実際にもこの点から全部読み上げた方がいいですよ。それではこの点の方から読み上げさせていただきます。はい、お願いいたします。教育省、半峰充君。ただいまの基本方針の機能2の、後半の部分を読み上げさせていただきます。この点、文部科学省が作成する学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルにおいては、会食にあたっては飛沫を飛ばさないよう、例えば机を向かい合わせにしない、大声での会話を控えるなどの対応が必要ですなどとし、以前から必ず黙食とすることは求めていないところです。実際にも一部の地域において行われているように、座席配置の工夫や適切な換気の確保等の措置を講じた上で、給食の時間において児童生徒等の間で会話を行うことも可能ですので、感染状況も踏まえつつ、地域の実情に応じた取り組みをご検討いただくようよろしくお願いしますという内容になっております。はい、渡辺君。はい、ですから、いかにそれができるか、皆さん工夫してくださいと書かれているわけですよ。ぜひ工夫していただけませんか。学校現場にこれ、まだ伝わってないですよ。もちろん出て時期ですけどね、ぜひ努力するべきだと思いますが、どういたします。教育長、半峰充君。はい、ただいまの通知を受けまして、教育委員会としましても、座席の配置の工夫や適切な換気の確保等の措置を講じた上で、給食の時間において児童生徒等の間で会話を行うことも可能であることを周知しておりまして、例えば、参考としてこの座席の工夫の事例であるとかですね、そういったことも添付しまして、その適切な対応を行うよう通知をしているところです。渡辺誠君。ぜひ教育長に頑張っていただきたいなとからこう厳しく聞いている時代です。なかなか現場の皆さん、上からの正しい情報を行ないと尻込みしております。そしてついでにあと1点、この期3についてはどのように皆さん、皆様方に指示が来ています。それを読んでいただけませんか。どのように通達が来ていますか。その他休憩とします。
再開いたします。教育長、半峰満君。それでは、木の3、その他の部分ですけれども、これ、読み上げしてよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、令和4年10月19日付の事務連絡において、お知らせしたように、子どもは高齢者等に比べて重症化リスクが低いことや、子どもに対して頻繁に検査を行うことは、本人や医療現場にとって負担が大きいことなどから、検査によって感染拡大防止の強化を図ることは現実的ではないとされたことを踏まえ、今般の基本的対処方針の変更にもその趣旨が反映されていますので、ご承知をお聞きください。マスクの着用の考え方については、これまでも類似の事務連絡においてお知らせしてきたところですが、児童・生徒等のコミュニケーションへの影響に関する指摘もあることから、具体的な取り組みとして、例えば児童・生徒等の心情等に適切な配慮を行った上で、各学校においてマスクを外す場面を設定する、マスクの着用が不要な場面において、積極的に外すよう促すといったことを通じて、引き続き活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるようよろしくお願いしますというような内容になっておりまして、これを踏まえて、研究委員会としましても、各学校に通知をしたところであります。で、正義君。はい、じゃあ、最後にあと1点、教育長を伺います。このマスク着用が不要な場面というのは、今、想定されるところ、どのような場面とが考えられますか。マスク着用が不要な場面です。どのようなところが想定されますか。休憩いたします。再開いたします。教育長、半峰満君。はい、マスクの着用が必要のない場面としまして、熱中症などの健康被害が発生する恐れがある場合、体育の授業、運動部活動および登下校、十分な身体的距離が確保できる場合、といった内容を周知しております。はい、松井誠君。はい、ぜひですね、皆さんも現場に出かけて確認してください。まだこれが徹底されてないから私言ってるんです。ぜひ現場を確認してくださいと。現場をちゃんともう皆さん通達も来てるんですから、ぜひ頑張っていただきたいと思いますよ。ちょっと休憩してください。休憩いたします。はい、再開いたします。松井誠一君。はい、ちょっと順番入れ替えて我が党関連の質問に移りたいと思います。12月20日の最高裁判決に対する考え方についてお尋ねいたします。昨日敗訴というのが出ましたが、決定するまでお答えできませんと知事公示おっしゃっておりました。では敗訴というのをしっかりと、高裁が出ましたが、次どのようなお考えがあるかお聞かせください。知事公示書、かかずのぼる君。はい、お答えいたします。昨日令和元年に提起した埋め立て承認撤回を取り消した採決の取り消しを求めた、広告訴訟の判決が言い渡されました。最高裁判所は広告訴訟によって審査庁である国が行った採決を争うこと自体を認めておらず、沖縄県は取り消し訴訟を提起する適格を有しないとして県の上告を棄却いたしました。県としては国の対応の不当性を指摘していたものですが、そもそも訴訟要件を満たさないとの理由で上告棄却となったことは、非常に残念であり、到底納得できるものではありません。今後の対応については判決文を十分に精査いたしまして決定していきたいというふうに考えております。で、誠君。あまりすっきりしない答弁ですね。じゃあ、ちょっと整理をさせていただきます。現玉城知事がですよ、就任してから、訴訟と、何回あり、そしてその結果はどのようになりました。それをお答えください。休憩いたします。
玉木さん、はいはい、してからでいいですよ。何回の訴訟があり、その結果どうなってるか、敗訴訟訴、係争中どうなってるかです。再開いたします。知事公室長、加賀昇君。はい、お答えいたします。玉城知事就任後の訴訟の件数についてですけれども、合計で7件、うち敗訴となった案件が3件となっております。残りは継続承認ですか。休憩いたします。再開いたします。知事公室長、加賀昇君。1件はですね、関与取消訴訟の執行停止にかかる分が、これ、継続中に再起訴がされたため、県が取り下げた件数がありますので、それを除きますと、継続中は3件ということになります。ちょっとじゃあ休憩いたします。皆さん、裁判の結果が出ないときに、継続中は3件あるんですよ。ですね、これは9月20日現在ですよ。皆さんが出した資料ですよ。そして昨日判決が出たわけですよ。ということは敗訴は増えて係争中は減るんじゃないですか。全く数字一緒ですか。おかしくありませんか。再開いたします。知事公室長、加賀昇君。繰り返しの答弁になりますけれども、玉城知事が就任して後の訴訟の件数というのは7件でして、で、敗訴が確定したものが昨日の広告訴訟を含めて3件で、継続中に再起訴がされたため県が取り下げた件数が1件、そうしますと残りが3件ということで、現在継続中が関与取り消し訴訟、これは再決にかかる分の1件で、関与取り消し訴訟、これは是正の指示にかかる1件で、最新のものはですね、先の9月議会でやりました広告訴訟、採決に対する広告訴訟1件ということで、継続中が3件ということになっております。で、誠君。はいはい、すみません、勘違いください。そうですよね、9月に1件出したものですから、じゃあですね、このトータルで今皆さん、多分12件になるかと思いますが、この12件というのは結果はどのようになりました。和解であり、敗訴であり、取り下げであり、係争、中というのはどうなりました。この12件は内訳は。休憩いたします。
再開いたします。知事公長、加賀昇君。はい、お答えいたします。トータルの件数が12件ございます。そのうち敗訴となった件数が5件、取り下げが4件、したがって、現在継続中が3件となっております。松井君。はい、それから見て、知事に聞いてもお答えはないと思いますが、知事公長、12件のうち5件は敗訴だと、取り下げが4件だと、3件も継続中だとですね、これはそうすると、今まで進めている皆様が取り組んでいたことは間違いじゃないですか、私はそう思いますよ。その中で皆さんのものが1件でも2件でも勝訴があれば、皆さんの進め方は正しかった。しかし、残念なことに1件もない。これでいいんですか、考え方を変えてやらないと基地問題解決しますか。私が一番言いたいのはこれですよ。皆さんは対話が大事大事言いながら裁判だけ行ってるんじゃないですか。私がそのパフォーマンスにしか見えないんですが、本当に基地問題解決するのであれば、この結果を踏まえてどうあるべきか、皆さんしっかりした態度を出すべきじゃないですか。いかがですか。知事公室長、加賀昇君。はい、辺野古新基地建設問題については、我々はその行政手続きとして、行政上ですね、訴える利益があるということで、裁判にも訴えて、今、議員ご質問のとおり、12件の裁判を起こしてまいりました。まあ、そのうち5件というところが、まあ、敗訴にはなっておりますけれども、今、継続中の、まあ、関与取り消し訴訟等についてもですね、ついても行政法学者、それから弁護士等とも十分相談の上、提訴しておりますので、そこはしっかりと県の主張というものをやっていく必要があるのかなというふうに思っております。で、一方で、我々はその裁判だけにこの問題の解決を求めているわけではなくてですね、やはり対話が重要ということで、常に国に対しては、沖縄県とのその対話、解決に向けた対話をしていただくよう求めているところでございます。それから裁判ですとか国との対話以外にも、やっぱり沖縄のその基地負担が非常に大きいということについては、まあ、国民にもですね、自分事として考えていただく必要があるということで、トークキャラバン、それからその SNS 等を通じて、広く国民にも訴えて、この問題を一緒に考えていただくような機会を作っているというところでございます。ちょっと休憩してください。休憩いたします。裁判の基準があるというのか、そういった裁判をすることによって利潤が利益ですか、それがあるというのはちょっとお聞き聞こえたんですが、裁判することにより何が、休憩中 です。もう一度確認させてください。裁判することに何が生まれるんですか。再開いたします。知事公長、加賀昇君。裁判するからには当然その訴える利益があるということで、我々はその訴えてきているというところでございます。松井誠君。はい、私は利益は何にもないと思いますよ。マイナスしか残らないと思いますよ。そして本当に基地負担軽減を図るのであれば、普天間飛行場が動くことにより480ヘクタールは150ヘクタールになる、小さくなりますよ。そして彼らの1000ヘクタールもちゃんと返ってきますよ。立派な政治縮小じゃないんですか。私はそう思いますよ。私の立ち算が悪いのか分からないんですが、皆さんの立ち算引き算が私理解できないんですが、私は立派な負担軽減だと思っておりますよ。皆さんがそういう考えであれば、多分残り3件もですね、多分これも無理でしょう。私はそう思います。そして皆さん12件のうち4件は皆さんが取り下げをすること自体、残り8件で争う中で、そのうちのもう5件はすでに敗訴だとね、私はおかしいと思います。あえて時間がありませんから、そこまでありませんけど、あと1点伺います。次、別の、我が党関連に移させていただきます。資料処理についてなんですが、資料処理はですね、産業廃棄物ではなく堆肥化することで私は宝になると見ておりますが、民間任せではいけないと考えるが、県の取り組む状況について聞きたい。農林水産部長、崎原森光君。お答えします。県ではこれまで各種補助事業等を活用しまして、家畜排泄物処理施設を計画的に整備しております。しかしながら、一部の堆肥者や浄化処理施設等において施設管理が不十分であること、または機械設備が老朽化していることなどのより、悪臭発生などの課題があります。
このため県では、家畜排泄物の適切な堆肥化や浄化処理について指導を行うとともに、各種補助事業等を活用しまして、機械設備の再整備などを取り組んでいるところでございます。松井誠君。はい、取り組んでおるんですが、やはり十分活用されてないと。今また世界情勢によって、かなり、なんていうんですか、肥料であり、堆肥であり、不足をしてきたですね。それを改善する、例えば飼料であれば、皆さん、立派なこれは、なんていうんですか、窒素養分です。堆肥であれば、立派な好気性菌がいますから、土壌改良です。それを県はもっと力を入れてやることによって、私は第一産業であり、民間で行った堆肥工場もですね、起動していく。私はそういうのを思っておりますよ。ですから、民間任せにするんじゃなくて、皆さん自ら、農家にこの肥料の、なんていうんですか、補助金を出しながら、そういった整備もしていく。これは大きなポイントかと思いますけど、そうすれば、他の国に頼らなくてもいい。自らそれが解決ができる。そういうのをやるべきと思いますよ。部長、いかがですか。農林水産部長、酒原守光君。先ほどの回答と一部重複しますけれども、家畜糞尿の衛生対策についてもですね、代謝や浄化処理等の管理不十分で、まだ悪臭発生等の課題が残っております。このためですね、衛生対策にもつながるように、県からご提案のですね、有効な、微生物でしょうか、等も含めてですね、情報収集と検討に努めてまいりたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。休憩いたします。